ちょ、そういう袋叩きはダメ。よろしくないよ、そういうの。ほい、ということで今回からラダトーム編をやっていきたいと思います。ラダトーム編で会っとったよね。え、てかなんかめっちゃ死の大地とか言ったけど超灰色なんですけど、目が覚めましたか、アユナ。そこは私の光が届かない死の大地。立てるべき希望の旗すら今はありません。めっちゃ途切れ途切れなんやけど。お、あっこに光が、光っていうか火が。そこに何か見えます。まずは人々に会い、希望の旗を探すのです。え、自分で旗探すん。すべては精霊の導き、ま、何を言ってんだかわからない。うわぁ、もう武器もこんなんしかないし。あ、この辺のはあれか。あれか、素材じゃないのね。これは壊せねえ。骨は手に入らない。ん？なんか人おる、これ。もしや。あ、ほらほらほら、おっさんおるよ。待って、おったさゆな。そなたがやってくるのを何年も、何年もな。え、それでこんなおじいちゃんに。そなたこそ大地の精霊ルビスが使わした伝説のビルダーなのであろう。そうらしい。そうであったか。長年待ちに待ってきた者が、このように頼り投げな若者とは先が思いやられるが。だからみんなしてさ、顔のことを言うのは何なの。まあ、致し方あるまいの。わしは預言者ムツヘタ。ひとまずわしの後についてくるのじゃ。なんかいつも思うんやけどさ、こういう、何？なんか走り出したんすけど。こっちじゃ。はいはい。なんかいつも思うんやけどさ、こういう名前ってどうやって思いつきようんやろうね。なんか日本人の名前とかならまだわかるよ。太郎だとか、花子だとか。やけど、ムツヘタとか絶対思い浮かばんやん。ゼーハー、ゼーハー、ゼーハー。何？ここ？すまぬ。歳のせいか息が続かんでの。少し休ませてくれ。え？あゆなよ。そなたこそわしが長年待っていたルビスよりの使者。しかしどうじゃ、その頼り投げで薄ぼんやりとした顔は。それに初めて出会った老人にそんなあられもない姿で声をかけるとは。いやだってさ、装備がないんだよ。まあよい。目的地はこの先じゃ、ついてまいれ。あー、またダッシュで行き出したよ。こっちじゃ。どこ行く？あ、あっこ？え、あっこも何もないですけど。ここ？なになになに、合ってる？止まったね。止まったね。ゼーハー、ゼーハー、ゼーハー。そなた今わしを追い抜こうとしなかったか？気のせいだよ。まあよい。老骨に鞭を打つのも限界じゃ。目的地はまだ先じゃが、少し休ませてくれ。あっちにも火があるね、なんか。あそこかな。この地はかつて繁栄を極めた王都ララトームがあった大陸じゃ。しかし、見ての通り。今やこの地は人の生きられぬ死の大地。あらゆる希望が失われた闇の世界と化しておる。なんかめっちゃね、世界が灰色で、嫌なんだけど。この地を救い、ビルダーとしての役割を果たすことが、そなたの使命のはずじゃが。そなたのような者にこの地を救うことができるのじゃろうか。今まで散々私は世界を救ってきたよ。まあよい。まずは目的の地へ行こう。さあ、わしについて参れ。このおじいさんは止まっては文句、止まっては文句なんだけど。そんなに私が気に入らないのか。これ途中で話しかけたらどうなる？どうもならんのか。あ、ここ。あ、なんかここだけ色あるよ、色。なんでわざわざそっち向いていくの？ねえ、なんか、ここだけ色ついとる。やったー、やっと色のあるとこ。ゼーハー、ゼーハー。ごほん。ようやくたどり着いたのはあゆな。ここはこの地で唯一、生命のいびきが残る場所じゃ。唯一？この地を最初の地点にせよという、ん？最初の拠点にせよというルビスのお告げ通りにそなたを連れては来たが、周りはすべて死の大地。まずはこの地をどうにかせれば何もできまいの。素材が全然ないよね。何も集まらんよね。どうすればいいんやろ。ん？そこにある石像は何か、じゃと？石像って何やろ。それはあの、かつてこの地におったとある姫に売る二つの石像なのじゃ。え、そんなんだったん？
この場所に生命がわずかに残ったのは、ひょっとするとこの像の力なのかもしれんな。さて、そなたはまずこの死の大地に生命力を与え、復活させる方法を探さねばならん。そしてララトームの城の跡地へと行き、そこにかつての町を築いてほしいのじゃ。え？ここじゃないん？拠点はここじゃないの？途中で移るん？しかし、その方法はわしにもわからん。あとはそなたが考えてくれ。道に迷わぬようにこれを渡しておこう。今のわしにできることはこのくらいしかないでの。導きの玉緑を手に入れた。うん、で？どうじゃありなよ。なんとかこの死の大地を復活させられそうか？この地には何もない。せいぜいあるのはまばらに残った太い枝と、人間や魔物たちの屍だけじゃ。ところでありなよ、腹が減らんか？そうよ、食べ物はどうするん？わしは宙に浮かぶ霞を食べておる。ほれ、お主にも分け与えてやろう。え？霞？そんなもので？満腹度が全回復した。全回復したよ、すげえ。喉が渇いたら水だけは近くにある。取りに行くなら何か作って持っていくがよい。何か作って、バケツ？コンパスに目的地が表示された。なになに、大地を浄化できれば、骨組みバケツを思いついた。骨のかけらを組み上げたバケツ。水を汲むことができる。何度でも使える。その骨組みば、何これ？ダンベル？ちょっとガロン。こんなものを私に渡したの？家具でしょ、これただの。いらねえわ。ほんで、レシピ。骨組みバケツ。太い枝と巨大な角。太い枝と巨大な角ってなんだ？あ、これ？石像。酔ったやつ。あ、ほんとや、なんかお姫様っぽい。なんか骸骨来ましたけど。これから取るんかな、骨。巨大な骨。あ、でも意外とやっつけれる。初めて骨を手に入れた。白い花びら。なるほど、薬草は結構作れるんかな。って言っても、ここしか生命の息吹ないって言ったけんな。これかな、太い枝。ん？え？いや、やっつけるっていうか、何も取れなかった。これか。初めて太い枝を手に入れた。何もないなぁ。太い枝と、巨大な骨。骨ってどこだよ。てか、太い枝も多分これ足りんよね。ん？あれは、あこが水汲み場？ってことかな。この辺。あ、なんか取れた。初めて巨大な角を手に入れた。お、これ。これだ、巨大な角。え、なにこれ？旗じゃないこれ。これ希望の旗もしかして。違う？全然壊せない。レシピ。骨組みバケツ。太い枝があと一本いる。太い枝。どこだ？もうなんか、枝一本探すのも苦労するんだけど。え、てか、希望の旗がないって。希望の旗がないってどういうことよ。あれじゃない？地図上に表示されないんじゃない？それ。ねえ、希望の旗がなかったら、地図。ほら、9はあるけどさ、旗の方向が示されてない。やべえ、遠くに行けない。てか、枝どこ、え、なにあれ？なんかお墓立っとるよ、これ。お墓。あれもなんか素材になりそうだけど。お墓を壊すのは忍びない。まあ、そのうち壊すんだろうな。ああ、もう骸骨。この世界には骸骨しかいないのかな。お、これで。これで、どこだ？あれか？骨組みバケツを作れる。骨組みバケツを作って、水を汲みに行くんよね。とりあえずのクエストはそれ。てか、ここさ、ちゃんと寝れるようにしといた方がいいよね、多分。確実に。ちょい待ってね。じゃあこの辺ちょっと削りまーす。へいへい。え？何？取れた？初めて、
初めて何？灰岩を手に入れた。灰岩。わからねえ。じゃあこの辺ので、ちょっと埋めとこ。埋めて、ちゃんと寝床が使えるようにしないと、夜になった時が困る。よいしょ。ん？こっちこっち。え、どこそれ？不思議な力で弾かれた、そこじゃない。こっち。と、ほい。部屋が完成した。イェーイ。よし、これで寝れる。これで寝れるはいいんやけど。それで次。次はちょっと水を汲み、あ、そうそう。バケツを作ってなかった。ここで骨組みバケツ。ほい、骨組みバケツを一個作った。ということで参ろうか。こっちの、うん、出れんかった。こっちの方向。あんまり遠くへ行きたくないなぁ。てかこんなに色のない世界初めて見たよ。あれかな？なんか色がある場所があった。はい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 。なんかこの世界におったら色がついてる場所が、ものすごく心の救いなんだけど。ここだ。え、ここで合っとるよね。うん、水汲む場所ここだ。いやー、いいね。色っていいね。素敵。素敵素敵。どう？これか。はい。綺麗な水を手に入れた。水を手に入れた。あ、ちゃんと分かれるんやね。近くと、そうでないのと。ちょっと。あ、自然を破壊してしまっている私。初めてボロキレを手に入れた。あ、これは？アレフガルド・レキティと書かれた本が置いてある。本を読みますか？ほい。おう、我が故郷メルキドを出発して、どのくらいの年月が流れたのであろう。私はついにかつての王都、ラザトームがあった大陸へと行き着いた。しかし、この地の有様はどうであろう。まだララトーム城は遥か遠くだというのに、ここにも死や絶望の匂いが溢れている。やはり、竜王の城にほど近いララトーム城が、呪いの中心というのは本当のようだ。ただ、こんな地にあって綺麗な水が飲める浄化の噴水があったのは嬉しい誤算だった。浄化の噴水の近くでバケツを使えば、綺麗な水が手に入るのだ。なんでも、かつてこの地を復活させようとした、とある研究家が設置したものらしい。その研究家は、この地の北で聖水なるものの研究をしていたという。もしもこの地の大地を復活させたいと願う者がいれば、行ってみるといいだろう。行ってみるといいだろうか。どうやらこの地に降る灰は人の命を縮めるもののようだ。私は先を急ぐ。メルキドの冒険家、ガンダル。コンパスに目的地が表示された。え、何目的地って。なんか知らんが、今度は向こうへ向かえと。てかさ、日暮れてきたよね、多分。いや、この辺なんか明るいけどさ。さっきちょっと暗くなったような気がしたんだよね。気のせいかな。ただ単に普通に太陽が動いて、影が動いただけかな。一旦寝とく？なんかちょっと、長い旅路になるかもしれんから。よし。じゃあ一旦寝まーす。ふぅ。ほい、おはよう。さあ、旅立とう。ん？これ希望の旗じゃない？あるじゃん、旗。なんだい、なんだい。あ、間違えた、間違えた。何も手に入れることができなかった。そりゃそうだわね。あっちの方向。なんだ、何があるんだ？うわぁ、何？ピコーンってなってないじゃん、なってないじゃん。追いかけてこないでよ。こっちの方。ほら、もう見事に骸骨しかおらんのやけど。水辺に何かがいるわけでもなく。こんな世界今まであったかい？どこ？まだあっちの方か。いやー、この、進んでも進んでも全然、見た目が変わらない。ん？あそこになんか火が燃えとる。あっこかな？あ、ぽいね、ぽいね。ってことは、この辺にもちょっと緑要素、ないな。ないな。
なにこれ、なんかあるよ。ん、これ読める。木箱の置かれた紙に、ん、木箱に置かれた紙に文字が書かれている。どうやら最近書かれたもののようだ。おお、なんという不幸だろう。せっかく伝説のビルダーの出現によって人間はわずかに文明を取り戻したというのに、こんな死の大地に流れ着いてしまうだなんて。水場にあった本を頼りに聖水を求めてここまで来てみたが、もう限界みたいだ。お、私と同じ道のりを辿っている人が。最後の力でこの丘を登ってみようと思う。そこに手がかりがあるといいのだが。え、大丈夫？この丘ってどれだ？書かれた文字はここで終わっている。どれ？とりあえず手短にこの辺のやつ登ってみる。適当やけど。手短にこの辺、はい、トンと登りまーす。お、上の方明るい。この辺明るいな。何事ってぐらい明るいね。どこまで登っ、え、倒れとるよ。誰？大丈夫？え、目つぶっとる。さっきのあの人かな。返事がない。ただの屍のようだ。マジで死んどるやん。さっき下で見たやつじゃない。最後の力を振り絞って丘を登ろうと思うって人。よく見ると地面に文字が書かれている。マジでどこ？肉眼では見えんのか。この土は壊せる。きっとここに秘密が。この土ってどこ？書かれた文字はここで終わっている。これ以上読み取ることはできない。この土ってどこすか？これ？あ、なんかここ微妙に色変わっとるよね。ここかな。ん？うん、壊せるけど。壊せるけど、だから。隠された洞窟を発見し、お、え、マジで？入れるんこれ。あ、すごい。あ、すごい。なんかおるよ。うわ、こんなとこにも骸骨おるやんけ。ちょ待って。やめて。おー、びっくりした。ほんで？あ、こんなとこに石像。壊して持って帰りたいけど壊せんのよね。これはどこへ進めばいいんだろう。迷子になりそう、やばい。うわ、びっくりした。ちょっとやめてよ、そうやって。いきなりさ、行き止まりから出てくるのやめよう。これは、あ、びっくりした。もう、こういう見づらい場所から出てくるのダメだって。てか、傷薬とかないけんさ、ちょっと死んだらどうしよう。怖いよ。なにこれ？さっき通ったとこかな、もしかして。え、違う？あ、違うな。宝箱ある。え？これは、これは太い棒だよね。ただ単に。え、行き止まり。行き止まりだ。じゃあちょっとこっちに、次は。どこが行ってる場所でどこが行ってない場所なのかがよくわからんくなってくる。あ、宝、あー、やばい。2匹もいる。2匹もいるよー。ちょ、そういう袋叩きはダメ。よろしくないよ、そういうの。そして、お、命の木の実ゲットを。やったね。やったねはいいんやけど、回復アイテムがない。回復アイテムが欲しい。やべえ、薬草作ってくればよかったかな。ね。ちょっと薬草作ってくれ。え？え？ドラゴンおるんすけど。なんかあの奥扉あるよね。そーっと。ああ、はい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 。起きた。おー、入れた。やべえ、入れた。なんか紙切れ。床に置かれた古い紙に文字が書かれている。研究を始めて幾年月。幾年月か。どうやらもう潮時のようだ。結局私には物を作る力はなく、聖水を作ることはできなかった。あ、聖水の研究しよった人がおったって言ったよね。しかし、ルビスによって使わされるという伝説のビルダーならばきっと。ビルダーよ、もしここにたどり着いたなら、この魔法台を持ち帰り、役立ててくれ。ああ、もうおしまいだ。扉の先からドラゴンの鳴き声が聞こえる。ああ、大地の精霊ルビスよ。どうかこの世界に祝福を。
もしかしてこの扉の前にあった骸骨？書かれた文字はここで終わっている。これ以上読み取ることはできない。これよね。何これ？あ、これ持って帰れる。作るってあった。初めてシャナク魔法台を手に入れた。魔法台やって。うわぁ、ここを通って帰るんすか？私今から。無理じゃね？いやぁ、てか諦めてよ。これは厳しいよ。しまって、命の木の実使います。ほわーん。あ！う！やべえやべえやべえ。帰ります。どうやって帰ればいいんやろ、これ。帰り道がわからない。とりあえずちょっと壁沿いに行ってみようかなと思うよ。え？何？あ、もしかして石像か？石像だな。一瞬こんなとこまでドラゴン来たかと思ったわ。それやったらちょっとね、怖すぎよね。どこ？ここ？いや、全然違う。全く違うぞ。出口はどこですか？ずっと、あ、これか！あ、これや、よかったー。出口見つけた。おし。もうちょっとやったのに、この人。この人もうちょっとでたどり着いとったのに。なんてことだ、悲しすぎるじゃないか。で、どこ行けばいいんやろ。とりあえず降りて、どっから来た私、向こう？もうほら、旗がないけんさ、でも旗あったよね。旗があったのに、あの明かりかな？あっこなんか火が燃えよる。旗があるのにさ、ちゃんと記されないというのは一体何事なんだ。てか、これで何？この魔法台で聖水が作れるってことかな？ちょっとあの人の死体を葬ってあげたいのだけれど。ね。この辺のみたいに。あ、あっちだ。あ、なるほど。これはお墓の明かりなわけね。なるほど。そしてちょっと、日が暮れてきたから、また一旦寝たいんだけども。すげえボロボロだなぁ。ね。まあ、とりあえずこれ設置しとこっか。この隣ぐらいでいい？はい。綺麗。で、聖水。あ、作れるやん。イェーイ。綺麗な水だけで作れるんやね。聖水を5個作った。はい、作ったよ。作ったよ、聖水。はい。おお、なんでそのまばゆい光を放つ水は？聖水だよ。なんじゃと？聖水？そうか。聖水を死の大地に振りまけば。勇者様、え？勇者様。ん？今何か聞こえなかったか？まさかわしも幻聴が聞こえる年齢に。なんじゃ、お主も聞こえたか。ん？石像から声がしたと？もしかすると、あの石像にも封じられた生命があるのかもしれん。会いなよ。共に石像へ向かうぞ。石像にも聖水を使えば、あるいは、向かうぞっていうほどの距離でもないけんね。クエストコンプリート、命の木の実。やったね、さっきちょっと使ってしまったから。ムツヘタがついてくるようになった。ついてこないでくれ。これでしょ？この子に。じゃあちょっと聖水を、バシャッと。おー、なんかすごい、神々しい。お、もしかして、姫様復活？まさかの？おー、すごい。復活した。復活したよ。動けないんすけど。なになになに、お。おー、これは、石化の魔法が解けたのですね。一体誰なのです？私の眠りを覚ましたのは、私だ。おお、あなたのそのお顔。なんとも凛々しくたくましい。あなたからは何か特別な力を感じます。おお、なんか、なんだろう、ビルダーズをしていて初めて顔を褒められた気がするよ。まるで、あの方に初めてお会いした時のような。どの方？そうでしたか。あなたは物を作る力を持つ、ビルダーという存在なのですね。私は竜王がこの世界を支配し、空の光を奪ってから全てに絶望し、
自分を石に変えて眠りについていたのです。あ、自分で。あれから何年経つかは分かりませんが、まだ空の闇は晴れていないようですね。しかし大地の精霊であるルビスに使わされたというビルダーのあなたなら、光を奪われ闇に覆われたアレフガルドを復活させることができるかもしれません。アイナ様、私はあなたの導きに従います。あなたのお力でどうかこの世界に光を。ほう、ということらしいけど。よもやあの石像が生きておったとは。これはこの死の大地に現れた一つの希望の光。あとはララトーム城の跡地に赴き、かつての王都を蘇らせることができれば。ん？なんじゃこのただならぬ気配は。何？え？いきなり戦闘っすか？いきなり戦闘みたいです。はい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ちょい待って、暗くなってきた。は、一旦寝る。ほい、ということで、よいしょ。大して明るさ変わらんな。はい、ということで、今回はこの辺で締めたいと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんかものすごく逆光なんだけど。